はい、今日は、あいにくの雨なんですけど、岡崎の三俣群生地へ、撮影に行きたいと思います。雨の三俣が、一体どんな感じに撮れるのか楽しみにしたいと思います。しまいました。ちょっと戻ります。ここは専門小学校か。これも入るのかな、これも入るのかな。ちょっと待って、駐車場の方に来ました。そうですね、今日は朝早いし雨なんで臨時駐車場が止めれそうです。ここに止めて行ってきたいと思います。はい、三俣の臨時駐車場ですね。5台ほど止めれる一番近くの駐車場になります。この先は車が行けません。とりあえず雨が止んでるんで傘なしで一旦行ってみたいと思います。ちょっと寒い感じですけど、風が生暖かいですかね。ちょっとね、雨なんでちょっと独特の空気感ですね。光が差した三俣っていうのもいいんですけど、こういう雨の日に一体どういう写真が撮れるのかっていうのもちょっと気になりますね。いろいろちょっと探ってみたいと思います。はい、三俣群生地は右ですね。ロープが張ってありますけど、車が入れないようになってますか。じゃあちょっとはくぐって行ってみたいと思います。よいしょ。到着がだいたい6時45分ですね。今だいたい10分ほど歩いたところですかね。そんな感じになります。また群生地入り口、ね、貯金箱がありますんで入れておきたいと思います。では行きたいと思います。ちょっと暗いですね。うっそうとしてます。意外と歩くと暑いですわ。ちょっと汗ばんできました。だいたい近くの臨時駐車場からだと15分ぐらいですかねで着く感じですね。林の中に入るとだいぶ暗いです。あ、三俣見えた。すごい黄色いのが見える。
あ、すごいすごい、群生していますね。おお、すごいな、多いね、結構やっぱり。すごいすごい、へえ、すごいな。三つ葉大豆だ。花は下に向いてますね。こういう感じですかね。へえ。ほら、日が差したら綺麗だわ。確かに金色に輝くんでしょうね。はい。お、一人カメラマンがいますね。三股の中を歩いてますけど、三股の香りがすごいいいですね。ちょっと甘い感じの香りがします。すごい、三股の中を歩けてる、すごいね。どこまで行けるのかな、これ。道はずっと続いてる感じがしますけどね。中腰じゃないといけないですけど、苔がまたいい感じだし。おっと、ちょっとやっと開けたところに来た。はい、この辺が、おお、苔がすげえいい感じ。いや、ここのポイントやばいね、すごい、これは幻想的だわ。この雨で霧がかってるのがかなりいい感じの味を出してますね。あ、すごい。360度一周三つ又です。はい、では三つ又撮影しました。帰りたいと思います。いや、綺麗でしたね。ものすごい幻想的でいい感じでした。ちょっと花が下向きっていうのはちょっと終わりかけってことなのかな。そんな感じもしますけど、それでも十分綺麗だと思いましたね。良かったです。また次回は、天気のいい日にでもチャレンジしてみたいと思います。では終わります。